こんにちは。改心整骨院の中山信弘です。もうすぐバレンタインデーということで、女性の方必見、腰とお尻の筋肉を引き締める体操をご紹介したいと思います。それではですね、仰向けに寝ていただいて、かかとをお尻の方に近づけていきます。そして、大体この膝、股間ですね、ここを30度ぐらい開けて、このまま、息を吐きながらお尻を、上げます。これでできるところまでいったら止めていただいて、大体30秒ぐらいですね、ここで、筋肉、お尻の筋肉と腰をに力を入れて引き締めます。そして、吸いながら腰をゆっくりと下ろします。だいたいこの体操をですね、2、3回行っていただくと、この仙骨、この仙骨という部分に刺激が入って、その周りのお尻の筋肉であったり腰の筋肉がギュッと締まりますので、これでスリムな体型を、作ることができます。バレンタインデーの日に、告白される女性の方、ぜひ、この体操をしていただきたいと思います。それでは来週またお会いしましょう。さよなら。